こんばんは。ちょっとユニフォームのあれおかしいな。まあ喋りながらでいいか。まあ第18節なんですけども、今回浦和は赤やね。いて後ろか。これでよし。はい。てなわけで、はい、浦和レッズ戦、アウェー浦和レッズ戦やっていきたいと思うんですけども、はい。まあ浦和といえば、まあ今回はレオナルドだったりはね、今年補強したところで言うと、あとは杉本健は去年か、結構メンツはいるけどなかなか最近勝ててないなっていう印象。マウリシオとかはもうあれか移籍しちゃったけどね。でキーパー福島ということで、今日は相手、ちょっとまあなんやろ、苦しんでるかなと思う。近年苦しんで ACL 取ってから苦しんでるかなっていう印象の浦和なんですけど、まあ油断できない相手で、しかもね、印象的なホーム、浦和ホームの試合はやっぱり迫力がねあるんでね、まあコロナ終わったらまた、てか俺一回行ってみたいな、浦和のスタジアムも、てなわけで、はい、やっていきたいと思います。キックオフ、日韓ワールドカップので象徴的だというスタジアムですけど、うまいよ。いや、行くか。まあメンバーはあまり変えずで、でもまあ石上さんがちょっと調子悪かったので、ちょっとだから攻撃的やね。お、抜けた。後ろ。いやー。いやー、いきなり惜しかったね。ジーノから赤崎、赤崎折り返して夏希、まあ最初やしね、先制パンチということで、こっから割とね負けられへん戦い続くからな。ちょっと前半戦の折り返し間際、勝ち点重ねたいっていう本音とともに、オッケー、いいね、いいよ、うわ、ファル、イエロー出る、あ、出た、オッケーオッケーオッケー、まあ、これはちょっとアフタイム、重くさ、アフタイム、後ろからやる、いやー、ちょっと捕まっちゃった。大槻監督そんな怒ったんや、組長って言われて。さあ宮村か、代表デビューで数秒ぐらいでゴール、どう、あーやばいわこれ、よくないな、オッケーイエーイ、ファール、あー椿のファールか、あーちょっといい形で取れたと思ってんけど、いやーこれ怖い、オッケーよくない、あ、それないか、サイド広げて、
パー、ガブ、キバ、ナイス。いやー、そこじゃないねんな、それよくない。いやー、失敗したー。今のは普通に失敗したー。あそこ通すつもりなかった。それあんな形で取られてやられるわ。あー、なかなかクリーンシートできへんな。あー、いや、これ普通に村越に渡そうと思ったらそれあかんよ、さすがに。そらそうなるわ。そらそうなるわ。よし。キヨさん。あかん。よくない。縦入れたら一瞬でいかれんねんけど。オケです。いやー。ちゃうねや。ちゃうねや。ちゃうねや。あー、危ない。どう、うん、あー、あかんな。はめよ、はめよ。あー、あかんな。抜けられた。セラ頑張って。ナイス。さき。さあ、クロウちゃん。まあな、出しどころがね。マジマジのイメージはマジでマリ選手やらかしたっていうね。いいね。よこし。さあ、オッケー、ガブ。いやー、違う。そんな蹴んの。いや、西川はそのイメージあるけど。いいよ。椿、高崎、サイド広げよう。高崎、突っかけて。うん、いけるか。楽しすぎ、サンキュー。さあ、ジーノ。いやー、取られへんか。やばい、それは。危なー。カウンター怖。助かった、普通に。結構フリーやった。バレてますな。なんかデンベレっぽいよな、バレてます、バレさん。足長いというか、バレいいな。あー、次の頑張って背負って。OK、いいね。さあ、チャンス。いやー、いや、オフ？マジかー。オフかーってか、よう止めたな、ディープは、うん、あー、1-0 かー、もったいなかったな、失点が。ただただ失点がもったいなさすぎた。
後半行こうか。特にないな感想。シュートも、あ、でも言って日本しか打ってへんのか。あ、よくないぞ流れが。いやー、それうまい。危なー。何今のパス、えぐ。武藤えぐ。何そのパス。いやー、お前、パートラック。あー、縦入れられるなぁ。これ行こう、これは、これは、これは。いいね。あー、強いか。上はうまい。危ない。岡崎。OK、いいね。うん。さあ、ガブ。抜いた。いやー、強っ。あ、そんな甘ないよな。椿、椿、あ、かか、止められた。相手からいけかな。お、ファール？ベルトン注意されてる。あ、ここか。また近いな。OK！2試合連続フリーキック。素晴らしいプレーでしたね。ジーノ。いいですね。この点。ちょっと今ミスったかなと思ってんけどな。コース的にも。いやー、素晴らしい。10番仕事するわ、うちの。ちょっとコース甘かったけどね。スピードでなんとかなった感じあんな。5点。いいね。ゲームでき。ちょっと待って、これよくない。失点した後、ちょっと失点した後、じゃあ得点した後。このまま離れていくよ。オーケー。ああ、今まあまあ無理やり言ったけど、あ、惜しかったね。さあ、ほわ、いやー、取られたか。
すぐ、すぐ、捕まえろ、捕まえろ、捕まえれない。危な、危なくない、まだピンチ続いてるよ、まだピンチ続いてるよ。 OK、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  危な。どう、どうすんの、後ろか、上げさせんだけど、あー怖い、それはやぶない。あ、やべえ、失敗したよ、カウンター作戦失敗したよ。そんなパスワーク急に発揮しおる。いやー、いいパス、危な、マイボール、選手かよ、トシさん変えとこう、攻撃的に行こう、トノさんでもよかったけど、トノさんでよかったかもな、ホットじゃなくて、もういいか、いいね、あかん、 G の入ってきたんか、 G のやった、G のヘディング低いからな、数値が。危ない、やー違うな、あーあかん、取ってジノ、サンキュー、落ち着いて、椿、オッケー、息できんかった今あ、あぶねー、あぶねー、セカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね、落ち着いていい位置に締めてましたよね、危な、これがシーズン6ゴール目になりました、危な、ああなんとか、浦和は選手を変えるようです、今日はもうすでに1枚イエローカードもらってますからね、危な、ギリギリいいな、なんと、上級系ナンバー向こう、いやー、おー危ねー、ああ、助かった。ああ。
3位まで上がった。最後の最後に試合が動きました。いやー本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで危なしましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだなっていうふうに思いましたね。いや何本跳ね返ったよあれ。さあ皆様お別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。東京見事勝ち点3を得ています。ああ危な。これね、ガブ。いやーこれ惜しかったな。てかこれあガブのオフサイドやったんか。あーいやーこの武藤のパスえぐいなこれは出せるんか。これはうまいね。これはあー椿のシュートな。でこれジーノのフリーキック。いやーちょっとコース甘かったけどなんとか入ってよかった。夏木、これコーナーで取ってくれるだけで全然違うよ。体入れられて取られるのと。でこれ椿。いやー素晴らしい。さあてなわけで、1対2の、で、ETU、なんとか勝利しました。さっきジョン・カビラが軽く3位まで上がったみたいなこと言ってましたけど、はい、MVP は、椿。まあね、あの時間帯素晴らしかったです。はい、澤田武史出てたんや、気づかんかった。フロンターレ 4-0。 お今年のフロンターレっぽ。ジュビル 1-4 で下がんとするわけだ。わからんもんやね。でヴィッセルも 4-0 で負けてる。もう荒れてんな今節。マリノス 2-2。 あーこれでかい。鹿島とマリノス 2-2。 いやーここ勝てたんでかいな。じゃあでガンバもレイソルに負けたと。てなわけで順位表。いやー来たね。勝ち点3差全然射程圏内。3位。いやーここの前半折り返しにしきて、これはすごく大きいんじゃないですか。そうやね。エスパルスが上がってきてんな。でもはい、てなわけで、あれ音飛んだ。まあ音飛んだっぽいですけど続けますけども、はい、まあ、2対1、ETU 勝利です。ありがとうございました。